こんにちは。エンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は、儲ける商品探しのコツ。これについてお話しします。細かいテクニック、云々の前にですね。まず、儲かる商品は必ずあると思って探す。儲かる商品は簡単に見つかると思って探す。これがコツです。見つかる人と見つかんない人ですね。指示している場所は一緒ですし、探し方も同じことを言ってます。で、一番見つからない理由で大きいのは、正直、商品が見つからない。見つからないと思って探すこと。そんな商品ないんじゃないかと。ね。普通に売ってるもので3倍で売れるのかと。そんなもん見つかるのかと思って見つける方には見つからないです。逆にね、あるっていうんだからあるんだろうと。みんな探してんだから自分にも見つかるだろうと思ってる方には見つかります。これをね、このいい例というか、最近、生活の中であったことなんですけど、こんなことがありました。妻が冷蔵庫にある日本酒がなくなったと言いました。料理で使い切っちゃったわけですね。で、私は翌日、日本酒を買ってきて、その日本酒がなくなった、いつもの定位置に日本酒を入れました。でもその日の料理にですね、日本酒を使うべきところを、妻は白ワインを使って料理をしてたと。で、ちょっとね、これ日本酒使わないで白ワイン使ったかなと思って、なんで日本酒使わなかったのと尋ねました。そしたらね、妻は日本酒はないものと言いました。私はあるよと言いました。そして妻は冷蔵庫を確認して、白ワインの隣の日本酒を発見しました。日本酒と白ワインね、並べて大体置いてあります。うちではですね、料理用に使うんで。で、当然白ワインを使った時に、隣に日本酒あるのは目に入ってるわけなんですけど、前日にね、日本酒がなくなったのは妻が自分で確認していて、で、私が買ってきたという話をまだ聞いてないんで、なくなったという思い込みがあるんでですね、隣に入ってる日本酒に気づかないわけですね。こういうことは、いろいろ思い起こしてみるとたくさんあると思います。人間の頭の中でですね、たくさんの情報、特に目からの情報っていうのは多いんで、必要なものしか認識しないという処理をしてます。だからもうないと思って探したらもうそれはないと。ね、本当はあるのにないのと一緒になっちゃうんですね。そんなわけで、お店に行った時、あると、ね、本当に見つかると思えないんだったら正直行っても無駄です。で、単独で行って見つからないと思ってる場合はですね、私のナビを使ってください。スカイプでナビさせてもらってます。で、10分とか15分ごとにですね、ここ行ってこうしてくださいという話をして、で、そのフィードバックをもらって、で、2、3回繰り返すとね、ないんじゃないかな、本当にあるのかなという方も、すごい、これをやってくださいって単純なことを言ってその通りやるとですね、嫌でも見つかります。で、1つ2つ見つかると本当にあるんだなと思えば、あとは簡単に見つかると。これが大体商品探しのサポートをしてて、いつものパターンです。そんなわけで、細かいテクニックはいろいろありますけど、それ以前に商品はあるんだと、ね、ない場所に行って探してくださいっていう指示は絶対してませんので、あるんだというふうに信じて、簡単に見つかると思って探すと。そう思えないんだったら思えるようにサポートしますんで、商品探しに行く前に、商品探しをするときにですね、サポートをお使いください。そんなわけで、商品探しのコツ。まずはテクニック以前に、あると信じて、簡単に見つかると信じて探す。これが重要です。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。